はい、久保です。今日はアナリティクスインターフェースとしての Excel というお話をしようかと思うんですけど、これ何かっていうと、今作ってる SCMOpt0 っていうのは、Excel と Web アプリをこう合わせたようなインターフェースを作っていて、まあ、Excel を使ってデータの入力をする、本格的な解析までは Excel はあまり向いてないんですけど、インターフェースとしては非常に優れてるんじゃないかなと思って、SCMOpt0 の入力のヒントになるかと思って撮ってみました。で、Excel をアナリティクスの前処理ツールとしてお勧めするわけと、思いつくまま書いてみました。昔から Excel って皆さん使ってて、で、使ってる人が多いと、コスパがいいんですね。ね、安く作れる。その割にいっぱいいろんなのが入ってる。というか、普通の会社の人だと、持ってるでしょうと。大学でも、みんな持ってる。最近パソコン買うと、いらないでね、くっついてくるって話もあるし。で、みんな、多分会社の方とかは慣れてると思います。普段 Excel 使いで。事務作業とかしてる人は、ものすごい Excel 名人がいたり。で、私は例外で、Excel で出張届とか書けって言われると、もう、全然ダメですね。枠からはみ出たりしてしまって、うまく使えないという。で、マニュアルもいっぱいあります。で、特に調べたいことを、YouTube で検索すると、なんか日本人の人がいっぱい。Python とかはそんなにはいっぱいないんだけど、Excel については山のように出てきます。例えばこの Power Query とかね、私これ知らなかったんだけど、最近 Excel に追加、最近でもないのか、2012年とか3年ぐらいに追加されて、こういうの知らなかったんだけど、YouTube で検索するとたくさん出てきて、すぐにわかると。で、そうですね。で、このデータのインポート。インポートにこの Power Query みたいなやつ使うんですけど、いろんなそのデータベースとか、他のファイル、JSON とかなんとかから、インポートしたい。で、実際は会社は多分データベースにデータは、ちゃんとした会社さんは持ってるでしょう。それを持ってきたいっていう時に、いろんなそのシステムはそれとつなぐためのところを一生懸命作ってる。で、私とかはPython でできるからいいでしょうって、ほっといたんだけど、やっぱりプログラム使えない方とかは、そのインポートツールが欲しいと。で、そういうのを一から、システムごとにね、作ったりするのは、あまりにもバカなし、いわゆる車輪の再発明ってやつで、ウェブのインターフェースとかっていうのは、非常に作るのめんどくさいんで、そういうのは、Excel に任せちゃえばいいだろうと。で、インポートしたデータを、前処理する、ね、加工するというのも非常に直感的によくできたインターフェースで、いろんなことができるみたいです。で、データの共有ですね。いろんな部署で共有したいっていうのも、Office 365っていうのがあって、私はあまり使ったことないんですけど、共有できるらしいと。他にもいろんな共有ツールとかはたくさん出回ってると思うので、そういうのを使ってやればいいと。最後はちょっと普通のことではないんですけど、シミュレーション。例えば在庫管理のシミュレーション。で、だいぶ前なんですけど、ある商社の方に、あるコンビニの在庫の方策を考えてほしい。で、日ごとに違ったりして、曜日ごとに全然需要量が違う。それは当たり前の話で、スーパーとかも当然違う。だ、普通の在庫方策は使えない。で、本当に確率的な在庫方策ってのは難しいんだけど、確定的でいいという話だったので、軽く数式を作って説明したんですけど、いくら言っても分かってくれない。で、しょうがないんで、Excel でシミュレーターを作ってあげた。そしたら、分かりましたっていうんで、早速開発に入ってもらえた。他にもその、無知効果、ブルホイップエフェクトっていうのがあって、昔本を書いてね、それもやっぱし分かりづらいって数式しかなかったんで。っていうんで、シミュレーターを作ったらみんな分かってくれて、で、もともとその無知効果をね、やってた MIT のシミチレビさんとかは、私のシミュレーターとかをパクって、その第2版の本とかには、その Excel のシミュレーターを、なんか CD かなんかで、ね、DVD かなんかで入れて、追加してました。そのぐらい、だから、Excel でやると分かりやすいんですね。難しい在庫シミュレーション。難しくもないんだけど、数式で書いても分かんないのが直感的に数値を入れれば関数が入ってて、
勝手に変わってくれて、しかもグラフが出てくるっていう非常に直感的なインターフェースを提供可能になるというのが、まあ、おすすめする理由です。で、インポートです。まあ、ちなみにこれ、Mac 版だとダメみたいで、私 Mac で試したら全部ダメで、Windows 版限定みたいですね。さすが Microsoft ってことで、Windows 版だと、の Excel だと、テキストファイル、当然 CSV、XML、JSON なんていうのは当然簡単に読める。データベースも非常に豊富で、SQL サーバー、もちろんアクセスは自社の製品。で、その他もろもろ。まあ、Python だったりするともっともっといっぱい幅広くあるんだけど、まあ、ほとんど網羅していると思っていいと思います。で、こういうのを自社でね、一生懸命接続を作るなんていうのは、まあ、バカな話で、こういうので Excel でインポートしちゃえばいいと。で、Web からも持ってこれる。で、PDF からも持ってこれるみたいですね。うん。こういう、だから、持ってくるための、ツールなんていうのが、有料で昔は売ってたりして、なんですけど、私は Python で読んでたりするんだけど、Excel にはもうついてるみたいです。で、当然他の Excel ファイルとか、あと複数のファイルがあるときはフォルダーごと持ってこれるみたいです。他のシートの一部分とかね、テーブルだけを、マウスでドラッグして、そいつをインポートするなんてのもできるそうです。やったことないけど。で、パワークエリ。うん、さっきのインポートする機能もパワークエリっていうらしいんですけど、それでデータのその前処理っていうか整形ができます。で、そのどういう処理したかっていうのが全部こう保存されて、まあマクロみたいに見えるようになってる。だから後でその処理に、その手順に沿ってデータベースからインポートしてきたのを、こういう処理をして加工して、で、こっちに保存して、で、なんかその最適化なり解析をするとか可視化をする。なんていうのが、できる。で、そう。で、あと、表記揺れの修正なんていう、こういう結構、お利口なこともしてくれる。私はなんか、Google の Open Refine とかね、無料なんていいんじゃないと思ったけど、まあ、Excel の方が多分直感的で、新しいツールを学ぶのが大変で、やっぱ慣れたツールでやるのが一番なんで、あと、重複を削除とか、型の変換。うん。で、データを抽出したり、分割したり、統合したり。まあ、ほとんどのことが直感的にできる。そう、みたいです。で、仕組みとしては、この SCM Opt 0っていうのは、もともとそのデモ用の SCM Opt に、まあ、Excel でデータを作って、で、だけど Excel だけだとやっぱ定型データになってしまうので、実務的な問題、複雑な問題が入れづらい。というので、Excel と Web アプリをこう行ったり来たりしながらやると。こういう仕組みを作ったわけです。で、まあ、データを持ってくるのは Excel。前処理も Excel のパワークエリでやると。それを、ウェブアプリですね。これ SCM Opt 0のところに、アップロードしてもらうと。っていうか、まあ、コピペしてもらう。で、具体的には、このウェブアプリの方では、まずテンプレを生成します。それをダウンロードしてもらって、そこに、このパワークエリで作ったデータを流し込むと。それをアップしてもらって、また何か必要だったらデータ生成をして、で、ダウンロードしてもらって、必要だったらこれをくる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 回すと。で、出来上がると最適化ができると。出力も Excel にしてます。それをダウンロードして分析なりみんなで共有する。ということが可能になります。で、具体的に個々のシステムについて、まあ、軽く書いておきました。で、需要予測システム、Forecast 0っていうのは、これはまあ単純で、最初にテンプレして需要シート、1個のシートだけです。ただし、何月何日から何月何日までのデータを入れましたよって。で、予測したい期間も合わせて、日付を自動生成するのを作ってます。まあ、Excel でもできなくはないんですけど、まあ、一応その、例えば1週間ごととか、1ヶ月ごととか、毎日とか、でそういうのも、まあ、自動的にダーッと、生成して、そういう列を作っておくってことをしてます。あと、日本の休日を一応自動的に追加する。まあ、後で手で追加してもいいんですけど、普通のそのカレンダーに載ってないような休日もありますよね。その会社の記念日とかね。で、これ、あと次に特徴ってのを追加で入れられるように、その他の、いろんな追加の情報、まあ、例えば気温だに、バーゲンしたかどうかとか、その数を入力すると、その分だけ列を準備してくれて、その後に予測と誤差の列を追加する。なんていうテンプレシートを生成してくれます。
そいつを落としてきて、そこにさっきパワークエリとかで作ったデータを流し込んでアップロードする。あとは、まあ、いわゆる自動機械学習とか、まあ、いろんな手法を使って予測をしてくれて、結果も、まあ、いろんな可視化をしてくれる。特徴、重要度とかね。で、もう一つ特徴なのは、この予測を使って、予測に基づいて動的な在庫方策。こういうのはあんまりないと思うんで、予測すると需要って一定じゃない、定常じゃないんですね。普通の在庫方策っていうのは、需要はね、こうずっと定常、同じ分布ですって仮定してるんだけど、予測したりするとこうなりますよね。その時のその予測と本当の需要の誤差もちゃんと入れて、で、動的に、しかもその、ロットサイズ最適化問題を裏で解いてるんで、動的かつ、その、まあ、日ごとに違うようなデータを入れた最適化を入れて、で、それを入れたシミュレーションのシートを返してくれる。それ上でいろんな分析ができるんですね。フォワットイフ分析ができる、ね。というのが一応このフォアキャストゼロの仕組みです。で、在庫最適化システムメスタゼロっていうのは、これもテンプレで最初の在庫地点を表す品目っていうシートと、地点間の関係、親子関係を表す部品展開表シートっていうのを作って落とします。で、Excel でデータを入力してもらって、で、アップロードすると、あなたの入れたデータはこれですねって可視化してくれて、まあ、あとは最適化するだけです。で、これも結果として、それぞれの品目、在庫地点、これ多段階問題っていうか、マルチエシロンのインベントリー最適化をしているので、それぞれ品目ごとのシミュレーションシートです。で、固定費がある場合は SS。で、機材工作。まあ、両方切り替えて使えるようなシートを品目ごとに、ダウンロードできるようにしてあります。で、次が、ネットワーク設計システム。メロスゼロと。で、これはちょっと複雑なんで2ページあるんですけど、最初は、顧客、倉庫の候補地点、工場、製品。まあ、これが基本データになるので、それをシート別に入れられるように。で、必要な項目が列に入っている。っていうのをダウンロードしてもらって、まず入力してもらうと。でそいつをアップロードしてもらうと、今度は、この基本データから、のデータを入れた需要シート、生産シート。これ、需要っていうのは、顧客と製品、顧客を行、製品を列に持っている。生産っていうのは、工場を行、製品を列に持っている。で、そこに、需要量とか、生産可能量を入力するように。で、これ、生成するんで、要は、行とか列の入れ間違いがないですね。データベースとかに入れたりすると、そこで入れ間違えたりすると、変なことが起きるんですけど、まあ、自動生成してあげる。で、そいつをダウンロードして、また、この辺の需要とか生産にデータを入力してもらう。で、アップロードする。で、次に、オプションで、顧客の集約ってことをします。例えば、顧客全部入れてねっていうと、本当に1000点とか3000点とか、全部のお客さんですね、のデータを入れてしまうと、当然解けなくなります。そういう時によく使うのは、データを集約します。集約っていうのは、まあ、近所のお客さんは1個の点でいいでしょうと。で、それをまあ自動的にやってくれます。何点ぐらいに集約するの。まあ、おすすめはまあ300点なんだけど、あんまり大きいと解けない場合は50点とか。そうすると非常に綺麗に、データの、なんていうんでしょう、需要の粒が揃う。で、解きやすくなる。し、見やすくなる。というので、集約をするのを作っています。で、集約して、次に、ネットワークを生成します。ネットワークというのは、工場から倉庫候補地点、倉庫候補地点から顧客の、その顧客、集約した場合は顧客群ですね。集約した顧客への、どのルートを取るのか。というのは、すべての、その可能性のあるルートを生成すると、また、解けづらくなってしまう。で、それぞれの距離の上限ですね。倉庫候補地点から顧客までは最大、まあ、2000キロとか、何キロっていうのは、まあ、それぞれ会社ごとに決めて、あんまり遠くは行かないでしょう。遠く行くとサービス率が落ちるので。で、そういうのを入れてあげて、ネットワークを生成して、そういうシートですね。どこからどこに移動すると何時間かかって何キロで何円なの。何円っていうのは輸送単価を入れるようにしてます。で、それで生成してくれる。それをダウンロードして、この輸配送の費用というのは、単価を入れただけだと、正しくない場合があるんですね。ここからここの移動は、トラック屋さん少ないんで高いとか、ここからここは、自分の会社のトラックでやるんで安いとか、そういうのをデータを修正してもらうというフェーズがあります。
で、修正し終わったらアップロードして最適化をします。集約した場合は集約するっていうのをオプションを押して最適化する。そうすると、各費用ですね、輸送費用、配送費用、倉庫の固定費用とか、倉庫の変動費用で、制約を破っている場合は各逸脱量ですねがのシートがあると。あとは最適流量シート、どっからどこにどんだけのどの製品をどれだけ運んだかというシートが出てきます。で、結果は地図上にちゃんと可視化されて対話的に見れるようになっている。で、結果をダウンロードします。で、もう少しあって、その一回解いた後にこの倉庫はやっぱり潰したくないとか、ここはいらないとか、そういうのは、固定したい変数を実際 Excel のシート上でなんか白じゃない色を塗ると固定できて、それをアップロードしてもう一回解く。で、これをまあ繰り返しやると、いろいろなフォワットイフ分析っていうんですけど、そういうことができるようになってます。で、次は配送最適化システムメトロゼロってやつで、これは、最初にテンプレを作るときにいろんな入力をしてもらいます。トラックの数の上限とかは当然入れるんですけど、他にも時間枠の数、2両の次元というのは、その重量、容量とかパレット数とか、そういうのがどのぐらいその会社は考慮する必要があるのか、これ会社によって違うので、 Excel でその十分な量を取っておいたりすると入れづらくなるので、最初に聞くようにしてます。スキル数、スキルっていうのはこのトラックはここに入れない、どういうスキルを持ってないとお客さんをサービスできないのか、なんていうのもどのぐらい必要かっていうのを事前に決めて、あと休憩数、普通はこういうのはヒアリングして、でカスタマイズして作ったりします。そうするとお金が高くなっちゃう。で、こういうのヒアリングする代わりにウェブアプリでポチポチと入れてもらって、それのお客さんに合ったテンプレを作って、ダウンロードしてもらう。そうするとこういう必要なシートにこの数分だけの列が入ったデータが、出てくると。 Excel のワークブックがダウンロードできると。で、データを入力してもらってアップロードする。あとは最適化するだけです。で、結果の可視化はちゃんと地図上に出てきて、で、サマリーというのは、まあ、制約を破っている場合はどこ破っているとか、費用はいくら、時間はどんだけ。あとは、ルートごと。ルートってのは、運搬車ですね。トラックごとに、どのお客さんに何時に行って、どういう仕事をして、というのが入ったし、Excel のワークブックがダウンロードできると。で、こういう仕組みになっています。次は、ロットサイズ最適化システムオプトロットゼロってやつで、これも2ページあるんですけど、最初にまあテンプレを作ります。2種類あって、まあ、基本データ、ロットサイズでは品目、いわゆるアイテムですね、完成品なり、その部品なり原材料なりっていうのを入れた品目、それをどう加工するかっていうのを入れた、どういう処理をしてその品目を、製造していくのかっていうのを入れた工程シート、資源シート、あと部品展開表シート、どの品目がどの品目からできるかっていうのは親子関係を表すシート、あと資源必要用シート、これを入れた基本データのブックと、あと注文シートっていうのを入れた、注文データが、生成されます。で、そいつをダウンロードしてデータを入力してアップロードします。で、この資源の、使用量上限っていうのは、ここで基準値を入れるんですね。この資源、この機械は、1日18時間使えますよとか、それ入れるんだけど、期別っていうのは、週なり日なり月なりなんだけど、使える上限が変わったりします、ね、今週はこの機械をメンテナンスするとか、あと人も資源なのでこの人は土日は来ないとか、そういう期別の資源の資源量上限を入れるっていうのは、普通必要だと思うんだけど、めんどくさい場合飛ばしてもいいんでオプションなんですが、入れられるようになってます。これはこの基本のやつをやって、その資源別で時間帯別ですね、時間は自分で入力します。うちは1時間単位だよとか、うちは3時間単位でいいよとか、そういうのを入れて、でその単位分だけその資源の上限が、この基準値が入ったシートがもう生成されてくるので、必要なとこだけ変えるということをします。で、必要だったらその上限とかを変えてアップロードします。で、最適化をします。そうすると費用内訳シートで、品目ごとの生産在庫需要量の関係が出てきて、で結果のその、可視化ですね、資源の上限を破っていないか、在庫の変化はどうなってるか、在庫の下限上限を満たしているかっていうのが見えるような
可視化をしてくれてダウンロードします。で、メロスと同じようにダウンロードしたデータに生産量って入ってるんで、ここは固定したいとか、これ30作ろうと思ったけど実際は20でなった、で次の、時間をずらしてもう一回最適化するんですね。一回解いて結果ダウンロードしてしばらく時間を進めてもう一回解き直すって必要があります。ローリングホライズン方式、その時にここは固定したいっていう量を、自分で選択して、だから日々の運用に使う時には過去のデータは固定されて、ここまでは固定とかで、初期在庫量と最終在庫量は自分で入れて、それでオペレーションで回していくということが必要になるので、その仕組みを入れています。だからここぐるぐる回るんですね、必要にして。過去のデータも Excel としてちゃんとファイル名は自分で変えて取っておいてもらって、そのデータをアップロードして固定しながら毎日毎日使うという仕組みになっています。次がスケジューリング最適化システム OptSeq0 です。で、基本データとしては作業モード、作業には作業の仕方を表すモードってついているので、それはいっぺんに同じシートで入れるようにしています。あと資源シート、時間制約っていうのは普通は先行制約って言われるんですけど、ある作業が終わらないと次の作業ができないとか、もっと一般的な時間制約として入れるようになっています。で、資源必要量シートと、あとは非管理 Excel ブックっていうのを別にテンプレとしてダウンロードしてもらいます。で、非管理って何かっていうと、この日はどういう日タイプになっているか、普通はこの日は月曜日とか火曜日とかってのは当然入ってるんですけど、特殊な日があります。で、特殊な日の場合はその資源の使える上限、さっきのオプトノートと同じように上限が変わってくる場合があります。それを、非タイプ別に入れるんですね。日ごとに入れると大変なんで、基本的には非タイプというのは曜日ですね、日月火水木金土と、休日っていうのと特別日っていうのが、基本的には3つ準備してあります。それぞれの非タイプ別に、資源量の上限を時間帯別に入れるんですね。時間だから時間も自分で決めて、これは、この資源は午前中は3だけど午後になると8使えるとか、で夕方17時になると2になるとか、でそういうのを、非タイプ別に入れてもらって、その非タイプとこの非管理、この日は、月曜日のデータを使おう、この日は特別日1のデータを使おうっていうのは、これをやっぱり入力してもらうんですね。でこれによって日別の資源量上限、日別、時間帯別ですねの資源使用量上限が定義できる。スケジューリングってのは細かいんで、そこまでやらないと、現場で困ることもあるので、一応細かいデータを入れられるようになっています。で、必要になったデータを生成してアップロードしてもらって、で最適化をします。で、可視化は簡単なガントチャートと、で Excel 上でもガントチャートを、生成するようになっています。で Excel のガントチャートは関数が入っているんで、この開始日とか収容開始時間、この日の何時に開始してこの日の何時に終わるっていうのを変えると、ガントチャートもちゃんと変わるようになっていて、同時に使った資源、主資源だけなんですけど、主資源のところの量も変わるようになっていて、それでグラフ自体も変わるように、だからガントチャート上、この Excel 上である程度フォワット比分析ができるように一応してあります。で、また前と同じように固定したい変数がある場合は、それを、変数っていうのはこの作業は何時に始まって何時に終わるなんていうのは固定したいねっていうか、そこだけ色をつけてもらってアップロードしてぐるぐる回ると。やはりそのオプトスイークも、要は時間ある期間で最適化をするんですけど、次の期もう一回データを書いて少し時間をずらしてもう一回解く必要があるんで、こういう変数の固定とかが必要になるわけです。で、まとめますと、アナリティクスのデータ入力ツールとしては Excel は非常に優れているのではないかと。で、あまりそういうインターフェースを持ったものっていうのは今までなかったような気がするんですけど、やはりその Excel の非常に強力なデータインポート機能とかデータ接続機能のデータのその変形前処理機能を使って最適化の前処理として、その Excel データをウェブアプリに入れてもらって、そこでもくるくる回しながら、ちゃんと正しいデータを作ると。でそれによって、最適化がだいぶ敷居が下がるのではないかなということで、このサプライチェーン最適化システム、まだ当然ベータ版なんですけど、これからいろいろ利用していただいて、ご意見いただければ、改善できるようにしていきたいと
思っています。で、まあ、しばらくの間、ベータ版として無料でトライアルできるようにしようと思うので、チャンネル登録していただいた方には、URL をお送りするようにしますので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。では。